読売ファミリーの読者の皆さん、こんにちは。江崎美恵子でございます。芦屋市の岩園町でプルミエキッチン&スタジオの料理教室を開きまして、早16年になります。担々麺風汁そばを作ります。材料をご紹介しましょう。生そばです。で、鶏のひき肉、なめっこ、そして新わかめですね。炒めていきますのに、ごま油、そして白ネギと土生姜のみじん切りです。製麺醤、豆板醤、白味噌、お味付けですね。そして最後に振りかけます青ネギと白ごま。そしてスープは鶏ガラスープです。醤油、ちょっと使うかなどうかなという感じですね。今回はこのミーポット大と小使って、お料理していきますね。はい、入れますね。ほぐして入れましょう。3分ですね。入れまして、沸騰してから3分です。時々混ぜてくださいね。あんまり混ぜますと良くないです。切れてきます。はい、はい、3分経ちました。はい、そしていきますね。はい、はい、洗いましょう。きれいに洗いましょう。でちょっと水を切っておきませんといけませんから、こうして置いときましょうね。ごま油入れます。で、炒めていきますね。これが白ネギですね。土生姜です。刻んでますから焦がさないように気をつけてくださいね。で、香りが出るまで、お好みでニンニクでもいいと思います。今日は白ネギにしてますが、ニンニクでもいいと思います。はい、お肉入れますね。お塩、はい、します。色が変わってきましたらお味付けします。製麺醤、豆板醤、ちょっとこれは辛いですが、お好みでもっと入れてくださっても結構です。で、味をマイルドにするのに白味噌を入れましょうね。これ鶏肉ですから、しっかりと火を入れましょうね。鶏肉の生食べちゃ嫌ですよ。もう火が入りましたので、水溶き片栗粉でちょっととろみをつけましょうね。全部入れるとちょっと多いかなと思いますので、様子を見ながら入れてまいりますね。ちょっと今半分入れました。半分入れまして、様子見ます。盛り付けた時ちょっとこんもりとなってほしいので、どれでしょうか、ね、ちょっと入れてみましょうか。OK です。何回も言いますが、片栗粉入れましたらしっかりと火を入れてくださいね。はい、一旦落とします。盛りやすいように。はい、じゃあ鶏ガラスープ入れますね。で、火をつけます。なめこですね。このわかめ、もし味が足りなかったら薄口醤油を入れましょう。なめこ入れますね。たくさんですね、たくさんですね。はい、きのこはね、体にいいんです。はい、でね、わかめはね、さっとしませんといけませんので、さっと、もうこのなめこが火が入ってからちょっと味見しまして、薄口醤油入れる方がいいかどうか見ますね。はい、ちょっとだけ薄口醤油、香り付けに、はい、ちょっと入れました。はい、わかめ入れますね。入れたらすぐにもう火を消しますね。はい、わかめも体にいいんですよね。こんな綺麗な色、ちょっとね、火を入れるとね、こんなに綺麗な色になってます。では消します。じゃあ盛り付けて入りましょう。はい、平らにしまして、なめこ入れますね。わかめですね。はい、で、あのこれね、赤い唐辛子があると辛そうで辛そうですので、私辛そうに見えるの好きなの辛いのがダメなんですけど、辛そう、あんまり辛いのはダメです。はい、色味も綺麗ですね。綺麗ですね、夏らしくてね。ちょっと手前に、ごま香りがいいですから、こんな感じでいかがでしょうか。どうぞ。